準備するものはランプ、ドライバー、こちらは付属工具です。手袋になります。交換時には検出器の電源をオフ。直前までランプを使用されていた場合は15分程度待って冷ましてから行ってください。ランプカバーの3箇所のネジを緩めます。カバーを取り外して中のコネクタ2箇所のネジを緩めていきます。慎重に既存のランプを取り出していきます。はい、交換するランプですが、丸い穴が開いてます。こちらの穴と本体の突起部分を合わせてランプを取り付けていきます。最初に穴と突起を合わせまして、ネジを固定しまして、その後コネクタを取り付けていきます。最後にカバーを元通り取り付けて終了となります。